清流寺は、滋賀県大津市の郊外、比叡山斎藤北の谷にある寺院、黒谷清流寺とも言う。法年商人25霊場の特別霊場。大黒天出現の地という伝承から、大黒天を安置し、大黒国,国と呼ばれていたのが黒谷となったという。京都の今回孔明寺の地を黒谷というようになった、ことから、元黒谷と言われている。 天台宗であるが、浄土宗総本山の千音院が管理を行っている。比叡山延暦寺は、東東、西東、横川の三地区に分かれ、それぞれがさらに、谷と称される、小地区に分かれる。これらを総称して、三島十六国というが、これらとは別に、三島十六国に含まれない、別所が二箇所ある。清流寺はこのうちの黒谷別所に位置する。 黒谷は、斎藤の釈迦堂から北に、約1.5キロメートル離れた山中である。清流寺の位置は、京都府、滋賀県境にまたがる比叡山の京都市側にあり、行政区分の上では、京都市左京区安瀬木元町に位置するが、住所の表示は、延暦寺と同じく、滋賀県大津市坂本本町4220となっている。会期は、 天台座数良言と伝える。旧安六年法年が十八歳の時、清流寺の明空の門に入った。秋楽は明空は彼を、法年坊、玄空と名付けた。法年は、上安五年四十三歳の時浄土周回層に至るまで、そこを、経典の探求の地とした。織田信長の比叡山焼き討ち、元気二年により、法年坊の建物は、焼失した。 当時法年の墓もあったという。現在ここには、一切今日を治める、法恩像がある。この霊石は、比叡山延暦寺の行為で、浄土宗総本山千代院が、昭和42年青少年修練道場として、再興した。若い世代に念仏信仰を伝えており、浄土宗系の高校などが使用している。以上の2体は、延暦寺国宝殿に安置されている。 立つ蕎やナムアミダ仏の声引くは西に誘う秋の夜の月誠より開きたまいしのりの花盛んなれかし嵐らし福友比叡山清流寺法音像楽景浄土集、公式ウェブサイト遠略寺執行曲編比叡山その歴史と文化を訪ねて1993ピアニッシモ、173176遠略寺執行曲編 比エ山ヤマその歴史と文化を訪ねて、1993P112 ありがとうございます。